ね、勝って新年迎えるのも本当にいいことだと思います。全部が全部。はい。え？それだけど。いや本当に辛いな。いや本当に全部から戦ってくれたと思います。ブリスロー入らない、あの状況の中でも切れずに、まあちょっといろんなシチュエーションで切れそう、切れかけた場面もたくさんありましたけど、まあ、選手も本当にフォーカスしてコートの中で満足ことが取れたと思います。50もあった50あった。だからフィードボールあんなことあるんだなって、その時はね、ちょびっとには入ってくれてもいいですか。ないって思ってますけど、まあ彼でやっぱホッとしますし、自分の古田さんに喜んでもらえるゲームだったんじゃないかなと思います。ただ2年連続大晦日山下議員なので、来年はホームに来てほしいなと思ってます。来年こそ、はい、自分で戦いたい、自分たちもホームで戦いたいな、自分たちも制限人間で、はい、いよいよまた、はい、されないチームより注目していただいてチームの方が一番いいことだと思いますし、自分たちがいいゲームすればするほどもっといいゲームが見たいと、ブーサーさんやスポンサーさんや自分たちを支えてくれている行政の皆さんみんながそう思ってくれるので、それってすごい幸せなことなので、その期待に応えられるようにまだまだ自分たちはステップアップできるベストになれる状態がまだ作れると思うので、それを目指して頑張っていきたいと思います。